単一波長の光を出せる装置としては LED やレーザーがあります。しかしどちらも材料の性質で波長が決まってしまい、自在に波長を選べるわけではありません。 NIMS は表面に微細な構造を作るメタマテリアルという物質を作成、必要な波長だけを照射したり、反対に高感度に検出したり、赤外光を高度に操る技術を開発しました。特定の波長だけを利用する例として二酸化炭素センサーを見てみます。二酸化炭素の濃度測定は生活環境や農業用ハウスの管理に欠かせません。二酸化炭素の濃度は光を照射して二酸化炭素だけが吸収する赤外光の減り方を測ることでわかります。赤外光の照射に使うのは明るいランプです。赤外光だけでなく可視光も含めた幅広い光が放出されます。二酸化炭素の測定に必要なのは2つの波長の赤外光だけなので、大部分の光は全く無駄なエネルギーとなっています。ところがNIMS が開発した赤外光照射デバイスはこちら。可視光が出ないため目で見ても分かりませんが、赤外線カメラで見るとほら、赤外光だけをしっかり照射しています。秘密は虹色に輝くこの表面にあります。電子顕微鏡で見るとナノメートルサイズの模様が刻まれています。光を自在に操るメタマテリアルと呼ばれる材料です。光の波長よりも小さなナノスケールで模様を作ると、一つ一つが光を操るアンテナの役割を果たすようになります。アンテナではプラズモン共鳴と呼ばれる現象が起き、特定の波長の光だけを出したり吸収したり、アンテナのサイズと材料の特性によって光が大きく操られるんです。この現象を長年にわたり研究しているのが宮崎秀樹です。宮崎は微細な光アンテナ構造を利用して二酸化炭素の検出に必要な2つの赤外光だけを出す光源の開発に乗り出しました。マックスウェルの方程式にのっとって計算するプログラムで、2つの波長を出すために必要な表面パターンを探ります。その結果、金の表面に特定のサイズの長方形を縦横交互に刻むと、狙った2つの波長にピークを持つ赤外光を作れることが分かりました。この設計図をもとに版画の要領で金に形を刻み込みました。この金をヒーターに乗せて加熱するように作ったのがこちら。実際に放つ光のスペクトルを測定してみます。波長ごとの強度を見ると、見事欲しかった2つの波長にピークを持つスペクトルが描かれました。任意の波長だけを出す赤外光源の誕生です。宮崎は反対に光アンテナで特定の波長だけを高感度で検出することにも成功しています。従来赤外光を高い感度で検出するには水銀やカドミウムといった有害な元素が不可欠でした。宮崎の検出器は有害元素を全く必要としません。今回開発した高感度検出器を拡大してみます。やはり四角形が並んでいます。光アンテナです。ただし今回は光アンテナの中に2種類の元素を原子レベルの薄さで挟み込みました。量子緯度と言われる構造で、決まった波長の赤外光が当たった時にだけ微弱な電気信号を出すんです。さらに一つ一つの光アンテナから信号を取り出す配線にも独自の策を入れました。配線を直線でつなぐと光アンテナから出る信号のタイミングが合わず打ち消し合ってしまいます。宮崎は配線をジグザグにして長さを調整、数千個のアンテナが一致して信号を出し増幅するようにしました。信号を最大限取り出す工夫です。手から出る赤外光を検出器に当ててみます。信号を検出しました。有害物を使わずとも綿密な計算で配置した光アンテナが赤外光を高感度に検出しているんです。赤外線っていうのは特定の分子を見つけたりするのに非常に重要な
波長領域なので、やはりあの有毒ガスのセンサーだとか大気汚染のモニターだとか、街の中でいろんなところでモニターするだとか、それこそ今あのソサエティ 5.0 とか言われてますけど、まあそういうのに貢献できるようなものにできたらなとは思いますね。表面に微細な構造を作るメタマテリアルによって光を自在に制御する、 NIMS は次々と社会に役立つ技術を生み出していきます。